質問はですね、五章の一大事が解決されたら、どのような心になるんですかと。まず五章の一大事とは何か分かります？五章の一大事が新人欠場とは違うんですね。ああ違いますね。五章、死んだ後に一大事があると。自分が亡くなって、うん、無明界でしたっけ。はいはいはい。そこに落ちるんですよね。そう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 。自分が亡くなって。そうそう、自分が亡くなってしまうことが。ね、自分が亡くなってしまうことが五章が一大事なんですと、ね、で自分が亡くなるっていうのはですね、死んで亡くなるわけじゃなく生きている間に亡くなるんです。今現在でも自分がないということですか。自分が、そうそうそう、ね、今現在自分がない人は死んでも肉体が滅んでしまいますからね、はい、死んで肉体が滅ぶと自分がなくなってしまうということです、はいはい、そうすると、うん、その自分がないっていうのはどういうことですか。自分がないっていうことですか、はい、自分がないっていうことは京萌さんどういうことですか。自分がないバラバラになっている状態。自分がないっていうことは相手の心がわからないってことですね。自分がないっていうことは相手の心がわからない。はい。自分の心もわからないんですか。そうです。だって自分の心は死んでるんですから。心が死んだ状態。はい。自分がないっていうことは相手の心がわからないってことです。だから自分の言動によって相手の心が傷ついたとしても、なんていうんですか、なんとも思わない。そうですね、残機の心っていうのが自分がある状態ですから、残機の状態に、ね、残機の心を保つことが五章の一大事を解決するっていう。で、自分、いわゆる自分がない人っていうのは相手の心がわからないから、相手の心が傷つくことよりもですね、自分が人からひどい目で見られたとか、白い目で見られたとか、責められたとか、そういうことが問題になるってことです。例えば、まあ、分かりやすく言えば先ほどの話だったら、椅子をここに置いたと、ね、その置いてしまったことによって、あ、どれだけの人に迷惑がかかったのだろうとこう思うことよりも、ね、いや自分はそんなね、人から嫌に思わね、迷惑だと思われるようなことをしてしまったということが問題になってしまう。わかります？何が問題になるかなんです。ね、心がある人は相手を傷つけてしまったことが問題になるんです。自分が傷ついたかどうかということよりも、相手を傷つけてしまったっていうことが問題なんです。傷つくってどういうことですか？傷つくっていうのは、相手の心がわからないとわからない世界なんです。これがね、全くわからないんですよ。ゼロなんです。ゼロ。
ゼロ。上田さんも分かる。これは両方が分かるから、全く分からないところに私もいて分かるようになったので、両方の気持ちが分かるんです。で、分かる人には分かる、分からない人には全く分からないんです。傷つくかどうかっていうことに対して、そうそうそう、だから相手の心が傷ついているっていうことを感じてね、いや本当に悪いことをしてしまったと、こういうふうに思える人はもう本当にごくわずかです。千人に一人、万人に一人みたいな感じですよね。どういうことなんですか、傷つくって。だから相手が傷ついているなぁと見て、いても立ってもれずにその傷を何とかしてあげたいって思うんです。そもそも傷って何なんですか。傷ついているのは、傷ついているっていうのはね、いや例えばその落ち込んでいるなぁとか、悲しんでいるなぁとかね、ね、何ですか、心が、例えばまあガーがついているものを動かされて嫌な思いをしてるんだろうなぁとかね。それはでも心じゃなくてガの話。そのががにががね、崩れたことによって不安になってるわけです。不安になると自分を傷つけるわけです、ね、で自分を傷つけて、いわゆるその人が傷ついている姿を見て、あかわいそうだなとかっていうふうに、何ですかね、その思う心っていうのは普通ないわけ、ない、わからないんです。わからないっていうのは、私が人からされてこういうことは嫌だっていうのがあるわけね。で、自分がやったことによって相手が傷ついてるってなったら、そんなひどいことをしてしまったってことが問題になるんです。いや、それ以外傷つくっていうのは何を指してるんですか？傷つくっていうのはね、もう頭じゃないんですよ。頭じゃないから、やっぱこれは分からないものだと、いわゆる傷つくっていうものなんだなっていう、もうそういうふうにしか受け取れないんです。だから何なんですかって言われると、何なんですかって言われると、傷つくっていうのは傷つくとしか言えないっていうんです。でももう一つの世界は詳しく説明できますよ。もう一つの、いわゆる今皆さんが生きている世界っていうのはね、人から責められるとかそういうことが問題になる世界なんです。だから人が責めなくても自分が悪をするとね、自分の我が責めてくるわけ。だから 人にね、こういう悪いことを言う、まあ人にこんな迷惑をかけてしまったとか、人に、こんなひどいことをしてしまったってなると、ね、その人から責められるより前にね、自分が自分のことを否定し始めるわけ。そうすごい苦しいわけですよ。そうすると、相手がどうだったかって思うことはできない。でも、自分の心が復活してくるとどうなるかっていうと、相手のことを思うことができるようになる。これは全然違う世界なんです。もう全然違う心の境地なんです。自分を責めると自分は傷つくんですか？自分を責めるっていうのがね、今は自分を責めてるというよりは自分の存在を否定してるんです。だから存在否定で苦しむ。だから相手の心が傷ついてて、あ傷ついているんだなっていうのは、そんなに存在の否定のような苦しみは受けないんです。全く違う苦しみです。全く違うんです。もう種類の違う苦しみなんです。で、存在の否定は耐えられないけど、相手が傷ついているって感じて自分の心が傷つくっていうのは、それは耐えられるものなんです。有意識ってなくて心なんです。心なんです。だからこれは分からないもんなんだなぁで終わるしかないわけ。じゃ聞いてもしょうがないです、ね。まあ分からないけど知識としてこういうふうに知っといて、今質問はですよ。五章の一大事を解決したらどんな心になるかっていう質問ですから、解決していない人がですよ、どんなに聞いたってこうなんだなぁしかないわけ。でも今質問はそういう質問なので、こうなんだなぁなんです。これは傷ついているんだなっていうのは
はい、別に自分の言動によって相手が傷ついたかどうかじゃなくて、はい、その人が自分で自分を責めたり、はい、自分以外の人からこう責められたりとかしているのをこう見て、はい、あこの人その人の言動を見て、あこの人傷ついているんだなっていうのが分かるってことですか？そう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 、別に自分がどうのこうのってことではない。自分はどうのこうのってことはない。でも比較的自分はどうのこうのってことじゃない場合は見えるわけ。でも自分がここでポイントは自分がやっちゃった場合ね。自分がやっちゃった場合、そうすると人の心を見るよりも自分の心を責めることが始まるから、相手の心が傷ついているっていうことを見ることはできない。ある人がですね、まあ私はこの学院時代にですね、その憧れの先輩がですよ、私は本当に恥ずかしいことをしたね、毎日書いている日誌の中にですね、いやもう本当学院っていうのはね、とても幸せなねところでね、まるでね八苦毒水の温泉に浸かってね、百味の恩敷たらふく食うてというふうに、書いたんですよ。でそれを注意されたんですね。そんなこと書くもんじゃないね、カインさんはねどんな気持ちで生活しているか、それを思ったらこんな言葉は書けない、ね、それを聞いたその人はね、ああそうでした、私は全然人のことも考えずにこんな言葉を書いて、もう顔から火が出るほど恥ずかしいことですとかって言ったわけですよ。僕よそれを聞きながらね、は恥ずかしい、はハックね、日誌に八苦毒水の温泉に浸かって百味の恩敷たらふく食うてって書いたことがそんなに恥ずかしいことですかって思った。わからない境地だったんですよ。はこの人一体なんで恥ずかしいって思うんだろう。この人は人間として恥ずかしいことをしたことに恥ずかしいって言ってるんです。だから相手は見てないということですか？ええ、そうじゃなくて、そういうことじゃなくて、人間として恥ずかしいことをしたことに恥ずかしいって言ってるわけ。私は責められるかどうかが問題なんですよ。人間として恥ずかしいことをしたことが恥ずかしいって思えなかった。だからその人の言っていることがなんでそこに恥ずかしいっていうふうに言ってるのかが分からなかったんです。がの違いじゃない、がの違いじゃないんですよ。もうがじゃないんです、感覚の違いなんです。そもそも感覚が違うんです。例えば清盛さんに対してね、いやこれ清盛さんっていうふうに言うじゃん。そうそう、清盛さんはこれに対してね、私はこれこれこういう理由でやったっていうふうに言うわけ。言い訳が入ったりね、いや俺は悪くないとかって言うわけ。でも悪くないとかいいとかって話じゃなく、人から見てこう、清盛さんこんなねえ駐車場で英語の方はあんでよねよねよあんでよねよってこうやってね、こういうふうにやってたと、こういうふうにね、これをやっていて恥ずかしいって思わないんですかってこうなる。恥ずかしいっていうのは人として恥ずかしい行為じゃないですかってことなんです。それがこう分かる人と分からない人がいるということです。仏教では残機って言われますからね、残機っていうのは恥ずかしいと思う心なんです。恥ずかしいっていう心は自分を責めなくならないと出てこない。責めてる間はわからない心。そう、これでいいですかね、恥ずかしい、恥ずかしい、どうでしたっけ、なんか違います、恥ずかしい、恥ずかしいというところは、ね、例えば、なんていうんですかね、そこに
椅子を置いておいた、それはいろんな人に対して、ね、迷惑を感じていることですよって言った時に、あ、悪いことをしちゃったっていうふうに受け取るんです。普通悪いことをしちゃったって受け取るんです。でも残機のある人は恥ずかしいって思うんです。恥ずかしいっていう、これがね、わからないんです。図もいります。図もいる。ね、つまり恥ずかしいっていう感覚なんです。恥ずかしい、つまり責められてるんじゃないんです。責められてるんじゃなく恥ずかしいっていう感覚なんです。分からんもんだなっていうことで聞いてほしいんですよ。つまり私たちは、例えば今その話を聞いて、ね、いわゆる椅子を出しっぱなしにしていたって聞いて、それを出しっぱなしにしていくと、いやこれね、邪魔だなって思う人がいるな、いるんですよって話をした時に、ね、残機のある人なら、いやそうだったんだ、人にそういうふうに思わせたんだ、恥ずかしいなって思うわけで、顔からちょっとはなんていうんですかね、顔が熱くなって恥ずかしいなって思うんです。で恥ずかしいからやめようと思うんです。ところが、まあお母さんの場合だったら恥ずかしいからやめようではなく、人に迷惑をかけていたからやめようってなったんです。悪いことだからやめようってなったんです。でも悪いことだからじゃなく恥ずかしいことだからなんです。これは分かるようで分からないんです。恥ずかしいっていうのは、人間として恥ずかしいってことですか？そうそう、人間として恥ずかしいことってことです。だからその残機の心は恥の心なんですよ。天に恥ずる、ね、地に恥ずる、自分に恥ずる、人に恥ずる心なんです。自分がこんなことするのは恥ずかしいなって思う心だし、ね、例えば、ね、こう何か言われた時に言い訳をすると、清水さんそれ言い訳ですよって言われた時に、言い訳ですよと言われた言葉に対して責められたように感じるのは、まあ普通の人なんです、ね、言い訳ですよって言ったら、言い訳なんかしちゃったんだ僕って、いや言い訳しちゃったのかっていうふうに思うのが残機なんです。素晴らしいですね、そういう人は。素晴らしいですね。だってそれが残機というもの。それは苦しくないんです。ここがポイントなんですよ。苦しくないんです。責めてしまうんですけども、残機のある人は責めずに恥じるというですね。そうそうそう、だから残機のある人は自分を責めないんです。恥ずかしいと思うんです。でもこれは分からないものなんです。別の言葉で言うとどうなるんですか？恥ずかしいという言葉を使わずに、恥ずかしいっていう言葉を使わずに、これもまた難しいことで、顔から火が出るような感じとか。それは自分を責めてる人でもあるじゃないですか。自分を責めてる場合は苦しくなるんです。その後に責めるじゃないですか。だって、あ、こんなことやっちゃったと思って、あ、恥ずかしいって思った後にそんなことをしたら自分を責めますよね。だからその恥ずかしいってその後、恥ずかしいってなって、ああってこう、あこんな感じだ。結構それそのお話だけだと、それは責めてる人にもあるじゃないですか。いや、責めるのは、責めるとはこうならないけど、ってこう、責めてる場合
こんなふうな、こう落ち込むんです。落ち込まないんです。落ち込まないんですよ。あの落ち込む人は責める人なんです。落ち込まないんです。ずーんとこう、どうせ俺はダメなんだ、こう失敗した時にもうどうせできるわけないんだよ、っていうふうになるのは、これはいわゆる残機のない人なんです。だからもうね、わからないんです。僕はまずね、その学院時代でその残機のある人に触れたわけです。触れて正直な感想はわからないかと。何をどう説明されてもわからないっていう。ただ全然違うんです。何が違うかっていうと、残機のある人は失敗を通してどんどん成長していくんです。同じ失敗をほとんどしなくなるんですよ。同じことを繰り返す人はね、まず残機のない人なんですよ。同じことを言われ続ける人とか、同じ失敗を繰り返す人とかね、そういう人は大体で残機のない人なわけで、僕も同じ失敗を繰り返す人間だったわけです。で、その人と私と何が違うんだろうっていうね。僕はですね、まず失敗をした時に隠そうとするんです。失敗をしたときはなかったことにしようとするんです。失敗したときはごまかそうとするんです。残機のある人はね、失敗したときにごまかしたくないって思うんです。それがいいことだから、悪いことだからじゃないんです。なんていうんですかね、この失敗を通してなんかこう、何かこう心に刻みつけたいって思うんです。だからね、僕の場合ね、こうやってこう一緒に生活していて、何かこう置き忘れとかするじゃないですか。で、まず忘れた時はこうするんです。わかります？責められないかどうか。いやいや、違う、誰かが見てないかどうかを確認してさも忘れていなかったかのように振る舞う。で、ミスが発覚しなかったらよかったって思うわけ。ところが残機のある人は言うんですよ。それって人間として恥ずかしくないんですかって言われるんです。恥ずかしくないんですか。今いいことか悪いことかって聞かれたように気がするわけ。恥ずかしくないんですかって聞かれた時に、いいんですか悪いんですか、まあそれは悪いことだけどってなるわけ。だから言葉が全然、恥ずかしいっていう言葉がわからない。まずね、わからない。ここがポイント。わからない、何言ってるかがわからないわけ。だからどう説明してもらったってわからなかったわけ。僕もわからない、わからなくて、いやこの人は何を言ってるんだろうとね、当然ミスをごまかすことは悪いことだと、ね、悪いことだと知ってるけど、でもやっちゃったんだと、どうして言えるこれがと、ね、ミスをした時に、ね、すいませんでしたって言うならまだしもね、2日も3日も経ってからね、ね、あのマッサン の奥さんみたいに、あ、すいません私がやりました、ね、あんなこと言えるかと、その時に言わなかったら、どうして後から言えるの、責められるかもしれないじゃないですか。だから残機のある人って責められるかどうかじゃないんですよ。人間としてどうかっていうことを思ってるんです。だから考え方が違うんですよ。そういう心で、いや1年で鳴らしていただきます。1年で鳴りました。はい、まあ、他力です。はい、普通は責められたら鳴りませんのでこれは
なってみたら分かるし、ならない間は全く分からない。もう本当水際が立ちます。水際がある時急になるんですか。ある時多分急になると思います。僕はそうでしたよ。僕はある時急になりました。ああガラッと変わりました。でそれからもうミスをすることが怖くなくなりました。向上の上にしていけるという、まあ、そう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 、ね、だからこれでミスをちゃんとしゃぶってしゃぶってしゃぶって反省して直していこうって思うわけです。だから全然まあ全然わからないものってことなんですよ。5章だって今質問は5章の1ページの解決だから、解決だから全然わからないものだと。だけどじゃあどうしたら五章の一大事が解決されていくっていうことが分かっていくかと、ここが大事ですよね。分かっていくかというと、これは解決したらこうなりますよね。解決していくとどう変わっていくかというと苦しくなっていくんです。聴聞していくと苦しくなっていくんです。仏教を聞く前は苦しくなかったんです。だけど仏教を聞いていくと苦しくなっていく。いつか聴聞した直後じゃないんです。聴聞したね、あと次の聴聞のギリギリぐらいになるとすごく苦しくなってくるんです。心がみんなそうっていうのはそうですよ。みんなみんな五章の一大事が解決されていってるから苦しくなるんです。ああ解決、これはまずこの心はですよ、この心はこれは、まあ、まず正統派の方法ですからね。で苦しくなるっていうのはこれは、まあ、いわゆる異行動なんです。異行動っていうのはどういうことかっていうと、異行動っていうのはですね、教行信証神仏土管426ページ、左から3行目。例えば沈丁を水に入れれば行法ことごとく死し、最有これに触れれば死する者皆よみがえるがごとしと。これは一体何を指してるかっていうと、私たちの心ですね、心、仏教を聞いていくとこれが問題になる。心、いわゆる心が死んでいる状態が五章が一大事と、心が復活した状態が五章の一大事の解決なんです。そして心を殺すものが何ですか。心を殺すものが煩悩なんですね。殺すというか見えなくするんです。そう、見えなくして殺していくってことです。ね。だからこの煩悩を毒に例えるんです。ね、三毒の煩悩って言って、ね、貪欲嗔に愚痴っていうのは私の心を殺す一番恐ろしい悪だと、そういう意味でですよ、ね、心を殺していく、いわゆる心を見えなくさせて殺していくものだと、ね、だから心って何ですか。まだないものですか。これも心っていうのはですね、心っていうのは何て言うんですかね、心が復活すると人が傷つくと自分は傷つくんです。まずそういうものだと。じゃあまだない。それは分からなければない、ないっていう、少しずつ復活してきてるっていうことだけであって、だから心が復活すると人のことをこう徹底的に責めれなくなる。責めると自分が傷つくから。まだちょっと分からないと思うんです。ここ心っていうのがあるんですね。心、私の中に心っていうものがあって、有意識のことですか。
有意識じゃないんです。また違うんです。心。でも責めて苦しくなるのは自分の心を傷つけて。だからその有意識っていうのはですね、また違うわけ。その、うん、なんて心っていうのは私の業の住んでいる場所みたいなものです。ね。特に肉体に依存しているものなんです。これ。有意識っていうのはその私の魂自体のものなんです、うん、そしてこの心というものは死んだらなくなる。有意識は残るけど、うん、今ここで問題にしてるのは肉体がある間しかないもの心、なんか成長したいような心まあそうですね、そういうのも心、認めてもらいたいと思ってるものとか、それを認めてもらえるようになるとこう一つのなんていうんですかね、箱みたいなっていうか入れ物みたいな感じで、何かあったらまた子供から始めるような、あそう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 、その心ね、心っていうものが私たちにはあって、この心っていうものを守っていかなくちゃいけないわけです、ね、守っていかなくちゃいけない。だから心が傷つくと悲しくなるわけね、私たちの心が傷つくと悲しくなる、苦しくなるんじゃなくて悲しくなるんです。そして人の心が傷ついている状態を見ると私の心も悲しくなるんです。こういうものが心っていうものなんです。でも私たちはこの心は、ここに書いてあるように珍鳥ってね、珍鳥っていうのは毒の羽の生えた鳥のことです。全身が毒に覆われた鳥がこの心の中に入ってしまったように、心は死んでしまっているってことなんです。まずここから私たちは始まるってことです、ね、だから私たちはこの煩悩を減らし、煩悩を抑え、煩悩を断っていかないといけない。仏教というのは煩悩が問題になるんです。なぜかって言ったら煩悩が心を殺すからなんです。だけど阿弥陀仏の本願っていうのは何かっていうと、ここに書いてあるように、最牛これに触れれば死するものよみがえるがごとし、この心が毒によって殺されてしまっても阿弥陀仏の本願はその心をまた復活させる力があるんです。これが阿弥陀仏の本願力なんですね。これがいわゆる他力と言われるものなんですよ。だから私たちは修行をしなくても救われる。何のために修行するかって言ったら、煩悩を減らすために修行してる。煩悩がなくて救われることなんてないわけですよ。煩悩を問題にしなくてね。煩悩があるけど、まあ救われるなんてことは普通はありえないんだけど、弥陀の本願に限り、心がたとえ死んでしまったとしても復活できるわけ。一時的にですよね、それは。そう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 、一時的に復活するけど、また煩悩を起こすと殺されていく。で、殺される時に苦しくなるんです。だから聴聞をしていくと、仏教を聞く前は苦しくなかったのが苦しくなっていくんです。我が崩れる苦しみではないわけ。我が崩れる苦しみではなく、これが殺されると今度我がね、こうボーンと強くなっていくわけ。我がボーンと強くなって、ね、殺された後はこの我が自分だと思うようになって、今度心が復活してくると、この我が心を攻撃するようになるわけです。攻めると。だから仏教を聞いていくと、この我自体も減っていくわけです。なぜかというと、この心を殺していくものだ。だからこの心を守っていくのが五章の一大事の解決なんですよ。で、その方法に二つあって、聖道仏教と浄土仏教があるんです。聖道仏教というのはこの煩悩をね、抑え、煩悩を遮り、煩悩を断つ教えなんです。
だって煩悩を断たなければ心は死んでしまうからです、ね、だけど私たちはとてもこの煩悩を抑えることはできない。だからもう一つの道である弥陀の本願が必要になるんです。弥陀の本願っていうのは生まるべからざるものを生まれさせるというね、生ずべからずして生まれるはずがない煩悩があるから、煩悩があるから生まれるはずのない心を生まれさせて見せるという誓いなんです。それは一回一回の聴聞で復活させてくれるわけですよ。ところが聴聞によって復活してもしばらくするとまた心が汚れてきて、心が傷ついていくわけです。汚れるっていうのは心が傷ついていく状態ね。そうすると苦しいからその苦しみをごまかすために欲に走っていって余計傷つくようになるわけ。やがて、心が傷つきすぎて死んでしまう。死ぬと苦しくなくなるんです。その代わり傷つくっていうことはわからない代わりに不安が吹き上がってきて不安をごまかすために欲に走るようになるわけです、ね、だから毒に例えてるわけですよ。この親鸞上人はですね、末頭章でしたっけ、ね、650ページ、右から649ページの左から1行目ですね。元は無明の酒によいてってね、貪欲心に愚痴の三毒を飲み、好み飯大手揃いつるに、揃いつるにってことで、三毒を好んで飲んでいた。それは私たちはこの無明によってこの心がもう見えなくなっている、見えなくていうのはもう殺されてるわけですね。殺されているからもう三毒の煩悩を平気で起こしていたと。だけど阿弥陀仏の本願を聞いていた、つまり、前日からね教えを聞いていくことによって無明の酔いがだんだん冷めてきた。無明の酔いが冷めたってことではなくて、この場合は心が聴聞によって復活するようになったわけです。復活すると煩悩を起こして、ね、この毒で心が傷ついていくと苦しいと感じるようになるわけです、ね、いわゆる聴聞をして心が楽になってしばらくすると苦しいなって感じる、これが心が傷ついている状態です。わかりました、心が傷ついている状態でもそこまで感じることができずに普通は欲に走るんです。傷ついてるなーって感じられるってことは結構無明が晴れている。初めは何ていうんですかね、なんとなく欲に走りたくなるんです。なんとなく甘いものが食べたくなる、なんとなく食べ過ぎになっていくんですよ。お酒が飲みたくなっていくとか、なんとなく欲にふけりたくなる。それは心が傷ついてきてる。傷つくっていうのはですね、心が、これが心だとするとこういう感じになってるんですよ。こういうふうになってるのが傷ついてる。それ初めに言ってた傷つくと一緒で、そう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 、でやっぱり殺生じゃないですか、煩あの罪悪、うん、そうそう、殺生、殺生だけど煩悩によってこう傷ついてくる。煩悩っていうのは煩悩によって無視されるとってことです。いわゆる煩悩っていうのは自分の心に目を向けない、目を向けないことによって傷ついて、この我によって殺生してるのとはまた違うわけ。これは殺生っていうのは本当にブサッと殺すけど、ここでは本当にそのなんていうんですかね、裸馬に乗せられてこうわーって引きずられたような傷だ。心が欲というものに心が引きずられて、それで心がこういわゆる傷ついていく姿。それが汚れている、このこれを見えなくさせるのが汚れ、心の傷がまずあってそれを見えなくさせるのが汚れ、ね、だから心の傷っていうのはどちらかというとこうなんていうんですかね、こう引きずられていく傷なんです。煩悩が傷つけてるわけじゃない、
煩悩が心を傷つけてるわけじゃなく、心がこうね、まあ、こんな感じでこう引きずっていくわけ。煩悩によって欲を起こすと心を無視して行動していくから、ね、心が引きずられていくわけ。心が引きずられるとその度ごとに無力感や傷がついていくわけ。こうどんどんと心に。悲しいっていうのと似てるんですか。そうそう、悲しいっていう気持ち、うん、はいね。で、まあ、いわゆるかわいそうだとかそういう感じです。なんかこんなことをしちゃう自分ってかわいそうだなってことですよ、傷がついたらね。でも欲に振り回されている間は傷ついていることに気づかない。こんなふうに傷つけていることに気づかないわけです。その最初に言ってた恥ずかしいっていうのは心を無視してしまったっていう。そう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 、心のことを見ていなかった自分ってなんて心さんに対してかわいそうなことをしてしまったのか、恥ずかしいって思う。だから責めるとか責められるとかっていう全然そういうレベルじゃなくて、なんかこうボロボロになっているも何かを見て、うわかわいそうって思うの感情になるわけ。それが恥ずかしい。それを全然気づかなかったことが恥ずかしい、人として恥ずかしい。でも三毒の煩悩に振り回されるとそんなことを気づかずに心が傷ついていくんです。お父さん分かります？どういうことですか？はい、はい、そう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 。例えば疲れたなぁと思ってテレビを見たら、これも煩悩だから、疲れたなぁっていうのはもうすでに心が傷ついている状態なんですよね。だからその心をケアするのではなくて、いわゆるテレビを見ることによって心を見ないで済むようにしようと、こういう動きってことです。そうするとテレビを見ることによって余計傷つくわけ。本当は疲れたから、疲れたんじゃないんですね。心が傷ついているからちょっと心のケアをしようっていうのが大事なはずなんです。ところが心のケアっていうのはね、まあ普通は心を人間を見ることはできないので、まず体のケアをするんです。体を見てあげて、体が疲れているところをマッサージをしてあげたりとか、ちょっとこう疲れてるな、ちょっとこう落ち着くとかね。つまり目が外に向いていると傷つくので、外に向いていた眼を内側に向けることなんです。でちょっとしばらくすると落ち着いてきます。何かこうやればやらなくちゃいけないってわけじゃなくて、目を外側から内側に向けると傷が癒されていく。目なんです。目がどこを向いているか、外を向いているか内側を向いているか、うん、内側を向くと自分の体を向いている。そう、自分の体の方を向いている。体の中に心があるので、うん、心を見るためにはまず体を見ないと無理なんです、うん、体を見て、で 体を常に意識するようになるとその奥にある心が見えるようになるんです、うん、だから体を意識しない限り心は見えないんです。ここが凝ってるなとか、ここが痛いなとか、ここがちょっと辛いなとか、まずそこを見て常に意識してあげると、その奥にある心が見えるような、悲しいとか辛いとか嬉しいとか、その心を常に意識できるようになっている状態が大事なんですよ。こう常に心を見ているね。ところが煩悩を起こすと目が外へと向くわけ。欲っていうのは外でしょ。怒りっていうのも外なわけ。こう愚痴っていうのもまた外なんです。こう外ばかりを向いている状態がまずいわけ。外を向けば向くほどその心はその煩悩に引きずられてボロボロになっていくんです。心を見れるようになったらもう親はいらないっていうことですか。心を見えるようになったらいよいよ親が必要になるんです。
だってこの心っていうのはその幼いので傷つきやすいわけです。だからその心を育ててもらわないと、そのなんていうんですかね、大人にはなれないと。はっきり自分で見てあげたら満足じゃない。自分で見てあげたらね、満足ですよ。自分で見てあげたら満足ですけど、ここで大事なのはこの心は傷つきやすいんです。だから自分の心が見えてくると、とてもこの心を抱えたまま一人で生きていくことは無理だってなるんです。心が見えるようになると、だからこの心を育てていかなければならないっていうふうになるんです。心が見えるようになったらこれで OK じゃなく、心が見えるようになったら、なんて言うんですかね、分かりやすく言えば、なんて言うんですかね、こう傷つきやすい卵のような感じなわけ。すごいこうデリケートな桃のような心なんです。解決と心は関係あるんですか？解決と心は関係ありますね。はい、この心をちゃんと育てていくことが五章の一大事の解決です。でも心は死んだらなくなるものですよね。心は死んだらなくなりますよ。解決とどう関係があるんですか？この、いや、心はなくなりますけど、この心を生み出している業は、ね、心の中にいる業は消えないですか、うん、ね、心と業っていうのはですね、心の中に住んでいる住人が業なんです。そしてこの傷っていうのは、業さんがこの心の中で暴れると傷つくんです。心が、これが育たないといけないものなんです。心っていうのは単なる入れ物だから、だからこれを育ててあげなくちゃいけないわけです。業を育てるんですか？はい、まあ業っていうのは私ってことですね。私の魂を育てていかなくちゃいけないと。つまり無常がやってきても崩れないようにしてあげなくちゃいけないわけ。心がこの中のこの私がね、崩れるっていうのはこう暴れるってことです。それで苦しむと。それは無常が来るとなんですか？無常が来るとだけじゃないですね。煩悩を起こして目が外に向いてもなるんです、うん、目が外に向いてもピピ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 ってこうやってこっち向けってなるわけ、うん、で体に影響を与える。だから体が辛いとかっていうふうになると、それは心から来ている体の問題っていうのはね、あなたは目が外に向いているからその体が辛くなっていると。だから体の方に向いてくださいってことです、ね、体の方に向いてほしいだけじゃなく、体の奥にある心に目を向けてほしいと。だから目を向けてほしいから体を傷つけて私の方を向いてってなるわけ。体が苦しくなれば見えますよね、自分の方を振り返りますから。だからそれほど見てほしい、煩悩に流されずに見てほしいと思っているのが心なの。これを見てほしい、私のことを見てほしいと思っているんです。ところが、これがあまりにも傷ついてしまうと、傷つくと中が見えなくなりますね。こんな風になるとね、こんな風になると中が見えなくなるので死んじゃうってことです。死んでるわけじゃないけど死んじゃうってことですね。諦める、つまりもう私は認めてもらうことなんてないんだと思ってしまうっていうのが死んでしまう。でも聴聞するとこの汚れを取って心が見えるようにしてくれると。だからまた復活する。復活するとこの心はまたじゃあ頑張って育ててもらおうっていう気持ちになるわけです。ところがしばらくするとまだ煩悩によって傷ついていく、傷ついていくとだんだんこう暴れるわけですよ。見て
見て見てってなるんです。だから見て見て見てってなってる時に苦しいから、だから欲を起こしてもう全部見えなくさせるわけ。だから苦しい時ほど、心が苦しい時ほど欲に走るんです。欲に走れない時は怒りに走るんです。なぜかというと、とにかく目を外へ外へと向けるんです。心の中にこんなものがあるなんて、そんなことはないないないってなるんです。だけど聴聞をしていくとこれがまた見えると。で、何回も繰り返していけばだんだんと分かってくる。何かって言ったら、確かにね、どんなに煩悩に走ったとしても、ここに私が、私の心があるっていうことは間違いないしね、そしてこの心を傷つけることはかわいそうだってなるんです。はじめはですよ、早く死んじゃえばいいのにって思ってるわけ。こんな心なんてあるから苦しいんだ、だから早く死んじゃった方がいいってなんです。ところが聴聞を何回も繰り返して、こう何回も汚れを取ってもらうと、いや死んじゃえなんていうのはかわいそうだっていうふうになってるんです、ね、死んじゃえばいいっていうのは口からね、例えば私なんていない方がいいとかっていう言葉がポンと出るわけ。私なんて消えてしまった方がいいっていうふうに言うわけ。私っていうのはこの心を指すわけです。この心さえ死んでしまえば楽だったんですね。だって心が見えなければ苦しむこともない。人のことをね、人のことを傷つけて自分が傷つくこともない。何でも平気でできるわけ。ところが心が見えてくると人を傷つけることもできなくなる。欲に走ることもできなくなってくる。ね。それはなぜかって言ったら、心が傷つくからなんです。わかりやすく言えば、この心っていうのは子供みたいなもんですよ、ね、子供がねえねえ遊ぼう遊ぼうって言った時に、お父さん、まあ、その遊ぼう遊ぼうって言った時に、ね、その親がテレビを見ていたりね、何か欲にふけていたら子供の存在が邪魔だって思うわけ。だから子供にね、YouTube 見ようよっていうわけです。ね。あなたが YouTube を見てくれて、一人で遊んでくれたら、私は欲にふけることができるのに、このことがいいなって思うのが、心を殺している心なんです。これを人に対して平気でできる心が、自分に対しても平気でできるんですよ。心でもあるわけ。ね、でだんだんとですよ、こうそれで子供が欲にふけるようになってしまうと、ああよかったよかった、これで静かになった、だから欲にふけろってなるわけです。ところがね、中には子供がね、いやもうちょっと遊ぼうよっていうふうになる。そうするとこの心の中では邪魔だなって思うんですよ。邪魔だなって思いながらも子供の方を向くと、だんだんとそういう業に変わっていくわけ。ね、お父さんだったらお母さんからね、いやもうお父さんだったら自分の好きなようにこう動きたいなと思ってるの、お母さんがこうね止めるわけですよ。そうするとね、もう邪魔だななんて思ってるなんて知らね、悟られないようにどうしたのってこうなるわけです。でも当然邪魔だなって思ってるんです。思ってない人はいない。ね。だけどそれでいいんですよ。邪魔だなって思ってこっちを向いていくことを続けていくことによって、だんだんと邪魔じゃなくなるんです。邪魔じゃなくなるというのは、これが幸せなんだなってなるんです。今までは欲の方を向くことが幸せだと思ってたのが、いや違う、子供に邪魔だ、最初はですよ、邪魔だなと思いながらも子供の方を向いていたのがですよ。ね。子供の方を向いていたのが、だんだんと、いや、こっち側が幸せで、欲は幸せじゃないってなるんです。
こういうふうに気持ちが変わっていくと、この欲を少しずつ減らしてこっち側の時間を増やそうって思うようになっていくわけ。ね、だって必要とされるって幸せだもん。この子供だってね、本当は構ってほしかったの、一緒にいたかったんですよ。でも親があなた ね一緒にやると迷惑だから、忙しいからね、一人でテレビ見ていなさいとか好きなことやってなさいって言われたわけで、寂しさをごまかすために欲に走ったんです。だから私たちが欲に走るっていうのは、寂しいから欲に走るんですよ。その寂しさを解消するには、この子供と付き合うしかないんです。子供と付き合うしか寂しい心を解決する方法はないのに、いつの間にか寂しいという心さえも見なくなって、欲が楽しいって思うようになっちゃったわけ。だから欲を妨げられると寂しいっていう心が見えてくるから、だから子供と時間を過ごしたくないし邪魔だなって思うわけ。ところが子供と邪魔だなと思いながらも過ごしていくことによって、だんだんとこれが幸せであり、自分の中にあるこの心こそ大事にしないといけないと、こうなってくるんです。これは一回失ってしまった人はですよ、誰かにこうね、もうガキのように取りつかれない限りなかなか分かんないんです。ガキのように取りつかれると、その邪魔だなと思いながらもこう向いていって、向いていって、向いていくうちに、この人の心を大事にしないといけないんだなってなるんです。大事なことはですよ、ね、ちゃんとこっちを向いてくださいって訴えることなんです。ね、ひな鳥だってですよ、親鳥に出してピピ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 ってこう訴えるじゃないですか。一番顔、この口が大きいものに親鳥は餌を与えるんです。訴えなくちゃいけない。邪魔だろうが迷惑だろうが関係ない。ね。こっちが訴えてね、ひな鳥が訴えていくことによって、親鳥は仕方なく向くようになるんです。ね。こっちを向いてくださいと。こっちを向けってね。言って、訴えていくことが大事なんです。そうやって訴えていくことによって、相手はもう絶対煩悩だから、みんな心は死んでんだから、三毒の煩悩の方を向いてに決まってるんですから。ね、待っていったってね、いくら経ったって向いてはくれません。訴えない限り向かないんです。それは嫌そうに向くんですよ。迷惑そうに向くんです。ね、なんで迷惑そうに向くの、嫌そうに向くの、当然です。煩悩不足だからです。だけどそこにめげずに、迷惑だろうがね、忙しそうだろうが、嫌そうだろうが、訴えていくことによって相手は変わる、自分も変わる。これが五章の一大事の解決の方法です。そうですよ。だから教えがあるんです。嫌な顔をされて見られてもらう、それは嫌ですよ。嫌だけどでも教えではですよ、嫌であろうが何であろうが相手のためなんです。お互いのためになるんです。そうこの清盛さんにね、うわーって訴えることは清盛さんのためね。お母さんがお父さんに訴えることは、お父さんのため。そこでなんで嫌な顔するのじゃなく、嫌な顔をしてもいいけど聞いてちょうだいっていうふうに言うんです。
嫌な顔をせずにやるはずがねえと、相手は菩薩じゃないんですから。菩薩だったら嫌な顔しなくてやりますよ。でも菩薩じゃない限り嫌な顔をする、必ずします。私も嫌な顔をしてやってました、心の中でね。でも何回も繰り返していくうちに、あ、これが幸せなんだと思うようになったんです。あ、これが幸せなんだと。ああそうなんだってね、恥ずかしいっていう心がある人はね、多分その人の親は素晴らしい親だったんだと思うんですよ、ね、恥ずかしいという心のある人の親っていうのはその人の心を大事にしてくれたんです。その人の心を見てくれたんです。なかなかいないよ、立派な親です。でも普通の親は大体煩悩に流れてる、これが普通です。だから当然声をかけられたら嫌な顔をするんです、ね、でも嫌な顔をされてもいいんだとこう思って振り返ってねもらえるように訴えていくことが大事なんです。めげずに。その顔は嫌な顔してなくてもやってることを見てると嫌そうっていうのを、はい、感じた時に、あ、自分がこれはあの仕方がないことだからと思って、いや自分もね、人のために動いてみたらいいんです。自分も人のために動いてみたらいかに嫌かって分かりますから。でそれが分かったとしても、自分がやっぱりやってほしいことを頼んでいく。そうだから嫌そうにするのやめてっていうことは言わないんです。それは言わないで、嫌そうにしててもいいけど、うん、やってと、うん、っていうふうに思ってる、ね、はい、うん、ね、それがやっぱ相手のためになる、自分のためになるってことです。これが弥陀の本願でいう心の復活の方法ということです。これが弥陀の本願なわけ。他にも方法がある。衝動仏教という、こういうすごい方法がある。煩悩を抑えってこういう話になる。煩悩を抑え切り、煩悩を断つ、ね、もうすごい言いやすい、ね、整理をしてください。このひたすら教えを解けば、そう教えを解けばそう、あなたの責任で、いや僕言う側だ口ね、清美さんこういうのやりたいですよねピピピピピって訴えられるように、こう清美さんこれひどいじゃないですかっていうのと、清美さんがこう、うん、ね、仏教っていうのはね、戒の実践が大事なんです。朝ちゃんと起きて、夜も寝て、そして日常生活を正していきなさい。そうすれば煩悩に流れなくなります。どうしても煩悩に流れてしまうんです。仏道を求むるということは、大宇宙を持ち上げるよりも重いのじゃ。10年や20年で解決の行くものではない。それってやっぱりできないんですか、ね、できません聴聞があっても、ね、あ、聴聞があったらできます。聴聞あると一時的にこう、なんていうんですかね、あの物理が働きますから菩薩になるんです、その超申した直後だけは。でその時に撒いた種まきは荒屋敷に薫従されるから本当にできちゃうんです。でもすぐ抜けてっちゃうんですよね。いや抜けても、だからその物理が働いてる時に撒いた種まきは荒屋敷の中に薫従されていくから。でもできなくなった時に、例えば今までの行いに戻るじゃないですか。いや戻っても、その撒いた時に、いわゆる物理が働いた時に撒いた種まきは荒屋敷に薫従されるから、だんだんとできるようになるんです。どういうことですか。だって前言われてたのは、自分にないものは入ってもすぐ出てっちゃう。だから自分はないものだから、ないものだからね、入れるでしょ。それはもちろん抜けていきますよ。でも次の聴聞の時にまた物理が働いて、また種を撒くから、だんだんとできるようになっていくんです。その方法だと親はいらないですか。その方法だと親はいらないです。それはね、徳川楽ちんですよね、うん、その方法でやりなさいと
だから皆の本願は悪人正気ですから、善をしなさいなんて言いません。あの実際親がいないんでしょうがないです、ね、まあ親がいないからやっていくしかないと、こうなるわ、うん、その、まあはい、心はその煩悩によって傷つけられました、はい、聴聞します、うん、心復活します、うん、また傷つけられましたっていう、まあ、この繰り返しですよね。はいはい、それを続けていくことによって、まあ、こちらでいうその自分というものができてくる。それによって自分というものを無視できないってことが分かってくる。あ、自分を無視できない、うん、そうするとこの煩悩でこの自分を傷つけることはかわいそうだと思うようになるんです、うんうん、だからだんだん煩悩を減らしてでもこの自分を守ってあげたいと思うようになる、うん、自分の心を守ってあげたいと思う。そう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 、はいはい、で心が変わるからだんだんと種まきが変わって煩悩が減ってきて自分の心が保たれるようになっていくと、うん、このためにやっぱ長い時間が必要なので、はい、長生きをしてください。そうですね、はい、はい、長生きね、はい、そうです、訴えてください。訴えることと私の五章の一大事の解決はどう関係あるんですか？訴えることと五章の一大事の解決はとても関係があります。やっぱり私たちは自分の心を見てくれる人がいると安心するので、だからこうやって煩悩に走らなくなるんです。私の心を見てくれている人がいたら煩悩に走らなくて済むわけです。でも全知識を心見てるじゃないですか。そう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 、だから全知識が見てもらっている間は煩悩がぐっと下がりますよ、ね、離れている間に上がるわけですよ。だから別の見てくれる人、こうなんかこう間ね、こう間間にこうちゃんと見てくれる人がいれば煩悩に走らなくて済むわけ。だからもっと短くて済むわけです、周期。まあ講師は相手の心を見れるようになる。見れるようになるためにはもうね、後ろ髪引かれるようにこうやって引っ張られる経験が必要。結婚されてるじゃないですか。あ、そうそうそう、それはね全然向いてくれないから、こういう、こういうなんかラグビーのなんかこうタックルされてもこうやってこういうかもう一人か二人ぐらいになったらこういよいよ転んでうわーってことで、うわやっぱり清美さんも今までこう素振りで頑張ってきましたから、うわーまだ足りないんです、転んでほしいんです、うー前に進めない、あーってこうなって、なんか私怖いですよね、なんか言い出したら止まらない、いいんですよいいんです、いいんです、言ってください。なんか違う私が出てきて、いや違う私じゃない、あなたです、あなたがしか出てきません、違うんじゃない、がと違うだけであなたが出てくる。なんか私も車の中でね、ブツブツと木曜森さんの文句を言ってる自分っていうのがいるんですよね。なんかね、私なんかそういうのって見ると何これとか、いや自分なんです、自分、それを大事にするのが仏教なんです。はい、勘違いしないでください、はい、じゃあちょっと休憩をします、はい。